今日は朝7時と夜19時から練習がある2部練の日です。こんな日はだいたい朝3時45分頃に起きます。疲労回復のため毎朝無糖の炭酸水を飲んでいます。冷蔵庫が壊れています。かろうじて冷凍庫の中の温度が10度くらいなので冷凍庫に卵を入れて保存しています。家具付きの家に入居しても家具が壊れているのはトルコあるあるです。冷蔵庫の故障ももう慣れました。朝食の準備で卵を茹でています。朝食完成です。消化に時間がかかるため練習3時間前には食べ終わっていたいです。練習前にサッカー観戦でイメージトレーニングをしています。見ているのは先日の CL 決勝です。練習前後にサッカーノートを書きます。今は今日の練習で意識することを書いています。 Google ドキュメントに書いていて、スマホでも確認執筆できます。今日は地下鉄で練習場に向かいます。運賃は一律で60円くらいです。İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız. Girdiğiniz para geri verildi. Kartınızı işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti.電車やバス内でのマスク着用義務は5月くらいからなくなりました。路上での着用義務ももちろんないです。グラウンド到着です。7時から9時で練習します。練習終了です。もちろん練習後は炭酸水飲みました。練習後はチームメイトとご飯を食べました。キョフテっていうミートボールを食べました。家に帰ったら歯磨いてお風呂入ってマッサージをします。マッサージ後はストレッチをします。アキレス腱を伸ばしています。ストレッチが終わったら動画編集をします。私は撮影と編集を同時並行でやっていくスタイルです。14時ごろ外出します。お腹が空いたのでご飯を食べに行きます。今日はこの店で食べます。鶏肉を焼いたパンと鶏肉を蒸したご飯を食べています。Sen çoğunlukla Türkçe kitap okursun. ある程度トルコ語学習をしたら2時間の仮眠を取ります。はい。練習が終わりました。練習終わったら
リカバリーに頭を切り替えます。22時ごろ、夜ご飯完成、いただきます。ご飯を食べつつ、サッカーノートを書いています。今日のプレーの良かった点、反省点、次回の練習で意識すべきことを書いています。動画編集タイムです。夜ご飯からお風呂まで消化のために2時間くらいは空けたいです。深夜1時ごろ、お風呂入ってマッサージをします。お尻をマッサージしてます。マッサージ終わったら1時間のストレッチをします。これは右のアキレス腱を伸ばしています。ストレッチを終え、深夜2時ごろ就寝。最後までご視聴ありがとうございました。